俺の勘は AWM。はい、どうも、スコリです。今回はですね、とあるスキンがやばいというわけでちょっとまとめていきます。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、それが、まあ、今、結婚式のね、ガチャやってるっしょ。これ。これの中に、このパラシュートあるっしょ。このパラシュート、戻って、ショップの方ですね。こちらのショップの方で、スキン拡大できるっしょ。拡大しました。この真ん中に紋章があるっしょ。これ今回ちょっと判明したんですけれど、刀剣乱舞ってゲーム皆さんご存知ですか？結構その、腐ったお姉様方が好きなゲームなんですけど、その刀剣乱舞っていうゲームで、まあその刀剣乱舞はキャラクターたちが、もともと刀なんですよね。元ネタが刀で、まあその各、まあ家だったりとか、その刀だったりとかの紋章みたいなのがあるんですよね。その紋章を丸々これパクってますね。今出してますけれど、画面上に。まんま刀剣乱舞からパクって持ってきています。若干まあ細部とか違う点があるんですけれど、まあこの出した紋章の方を左右反転するとこんな感じになります。マジで同じになるっていう。で、狐の顔の部分だけ若干ぼかして使っているみたいなね。そんな感じになっていて、この紋章完全にパクリですね。はい。刀剣乱舞からの。で、一応その左右反転して使ってるんで、パッと見はわかんないと。そして狐の顔も、まあ見たら、パラシュートの方見たらわかる通り、若干それをぼかしてる感じになってるんで、わからないという風になっているわけなんですが、基本的に、まあ細部の部分まで全て同じという風になっている。紋章ってこんな被んないんですよ。ね。一部被ったりとかしますよ。ね。周り囲んだりとか被ったりしますけれど、こんなに被んないんですよね、紋章って。これだいぶアウトですね。だいぶアウトですね。ただの盗作です。っていう風になってます。もうこの紋章って、ちなみに言うと、狐紋章とかで検索したら結構出てきます。はい。まあ、なんで、狐紋章で検索して、出てきた紋章をそのまま使って、みたいな。で、そのまま使うとバレるから、まあ、一応ね、左右非対称だったんで、左右反転して使って、まあ、バレづらい感じで使おうみたいなやったら、バレたっていう、そんな感じなんで。まあ、もしも持ってる人いらっしゃいましたら、ワンチャン補填があるってことを覚えておくといいと思います。そんなことする普通に。まあ、でも結構その、スキンの原案とかたまにさ、見ることがあるんですけれど、大抵他のゲームから持ってきてますからね。自社コンテンツやったらいいんですけど、結構他社から来てること多いんで、まあ皆さん探してみるといいと思います。まあ、ちなみにね、この刀剣乱舞の文様に関しては、まあ、そのままその実際のその例えば家紋とか、まあ、神社とかお寺のその文様をそのまま使ってるわけじゃなくて、一応なんかその寺の文様が元ネタで、そっからその派生させて、まあ、狐の絵も付け足したみたいな、そんな感じのデザインみたいですね。はい。まあ、一応その元ネタがあって、まあ、それのオマージュの文様となってます。まあ、狐が家紋になることってまあないからね。鳥とか結構あるんだけど、狐の家紋ってそんなにいいから、まあ、そんな感じみたいです。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね、カタカナにクープだけショップ交換させないのになってくると。というか、まあ、そもそもショップ交換最近さ、絞ってるんだよね。例えばそのコラボレーションの交換チケット、そのコラボでしか使えないようにしたりとか、そもそも入っているアイテムが超少なかったり、今回のその3体のやつに関してもなんだかんだ、交換にオレンジしか入ってなくないみたいな欄もあるしさ、そもそもそこ絞ってるんで、これはね、面白くないよね。通貨の運用できないゲーム。うん、まあ、現金差が見えるゲーム。ってのは、まあ、夢中になるっていうところからは、まあ、ほど遠いし、楽しさがないんだよね。やっぱ通貨を運用させることを考えてないんだよな。ゲームの楽しい側面って、まあ、単純にそのゲームを楽しく遊ぶってのももちろんあるし、まあ、通貨を運用する楽しみってのもあるんだよな。だからそのいろんなプレイヤーってのはイベントに参加するわけで、そこのその楽しみを奪ってしまっているんだよな。交換を絞るっていうのは。まあ、クーペいらないのはね、まあ、その、売りだからね、わかるよ。うん。まあ、入れなくてもしゃあないかなとは思うけど、まあ、そもそも絞っていることがね、俺はなんか、納得いかないっていうよりは、下手なんかなって思っちゃう。俺は別にその絞ってもいいよ。うん。それなりの使い方っていうのは自分の中で編み出すから、まあ、別にいいんだけれど、そのさ、ゲームのその楽しい要素っていうのを、単純にその奪っていることになるんですよね。まあ、こういうことを思って、運用のことを考えすぎて、ユーザーにそのどうやって熱中させるかっていうところを、全くその考えていないんですよね。まあ、あくまでその利益ベースでしか考えてないっていう感じで、まあ、それだとどうしてもユーザーも返す反応っていうのは同じになってくるんで、いろんなもの実装されたらすぐ文句言われるし、よくなんか、ね、文句言われるのは当然だみたいな風に運営が、思ってそうな感じあるわけですけれど、それはその自分たちがした反応と同じ反応をユーザーがしているだけであって、はい。まあ、それはユーザーの責任ではないんでですね。やったアウトプットと同じアウトプットを必ず相手っていうのは返すんで、どういったコミュニケーションにおいても。まあ、まずその運営側がそういう反応をしているのに、それ以上の反応をユーザーがしろっていうふうに求めてくるのはおかしい話やからですね。まあ、この通貨の運用もそうですし、まあ、ガチャの運用もそうですし、どれを一つ取ってもそうですし、まあ、コアコード全体、強いてはそのネットエース全体で、まあ、行き当たりばったりな運用をしていることが多いなっていう、これはまあ非常にまあ感じますね。まあ、コアコードのその売り上げっていうのが落ちたから、じゃあ単価を上げるためにこうしようとか、ログイン人数が下がったからログボを連発させようみたいな、行き当たりばったりのものが多いから、結局その場でその結果は出すけれど、その結果
って、まあ、自分で数値をいじっているようなもので、未来の数字を先にその得て、その代わりその未来がなくなるような方法、先に繋がらない方法、まあ、指標は上がったけれど、それがその効果としては上がってはないような方法っていうのを無理やりなんか使っているだけみたいな。ほんとなんか行き当たりばったりの改変しか、まあ、小屋行動運営ってしてなくて、まあ、ガチャ以外でもそうですよね。うん、そもそも、その小屋行動の運用もそうですし、ネットイースという会社全体の運用自体が、まあ、その行き当たりばったりな方法しか使っていなくて、中長期的にその結果を出すっていうことを全く考えてないんですよね。中長期的な事業計画だったりとか、まあ、その一つのゲームの、まあ、運用計画っていうのがあまりなくて、まあ、未来のこともいろいろなんか決めてますよっていう風に言われていて、まあ、たまになんか庭祭とかしてますけれど、それなんか予約投稿みたいなことであって、中長期的にじゃあこういう層を取っていくためにここら辺は徹底しようみたいな、その方向性ってのを定めて行動してる感じは全くないんですよね。あくまでその未来のことを決めてるのは、未来にできる改変っていうのを今作っているだけであって、まあ、予約投稿、 YouTube の予約投稿みたいな感じで、そうではなくて、まあ、中長期的な計画っていうのは、まあ、例えばその YouTube で言うと、そういう予約投稿的なことではなくて、まあ、今じゃあこの低い年齢層の人が多いから高い年齢層を取るために、じゃあちょっと違うような動画も出していこうみたいな、今までとその同じ動画の中でちょっと表現方法を変えていこうみたいな、そういうことなんですよね、中長期的な計画って。はい、ちょっとその今後未来こういうことが起きるから、そこにアジャストするために変えていこうっていうのが中長期的な計画なんですけれど、まあ、こういうことを運営がしているのはどっちかっていうと、まあ未来への予約投稿の、まあ、アップデートを今のうちにその計画して作っているだけっていう、なんかその運用の面でこういうことをしなければユーザーがつかないよねっていう、そこをカバーしながらなんか未来を据えてやっているんじゃなくて、もうなんかほんとドタバタで、とりあえずその次のアップデート来たからとりあえずちょっとなんか作っとこうみたいな感じで終わっちゃってるみたいな、まあ、ネットイースの会社としても同じような感じの運用をしちゃってるなってのはなんとなく思う部分です。まあ、それでもその中国というですね、まあ、大きな国の市場であれば成功するんですよね。あれだけの人口がいて、まあ、あれだけのその経済規模があれば成功するんですけれど、他の国では成功しない方法ですもんね、それ。結局、まあ、ネットイース結構いろんなそのゲームスタジオに出資して、まあ、最近も、まあ、先月2つぐらいかな、新しくゲームスタジオに出資しましたっていうニュースで出されてましたけれど、まあ、本当典型的な中華なり金みたいな、まあ、そういうなんか稼ぎ方で、まあ、それでね、微妙に儲かるかもしれないけれど、最終的な発展はあまり見込めないような方法っていうのを使ってることが多くて、出資したはいいけれど、そこからの計画っていうのがまるでないから、今のところその出資したスタジオからヒットしたとかそういうのは全く生まれてなくて、停滞しちゃってるっていう、計画がないから、そもそもの、はい、そういうなんか中長期的な計画っていうのを会社として今まであまりしていないから、だからまあアリババとかテンセントと違ってネットイースは実際海外で成功してなくて、なんかねーってのは思っちゃう。まあ、日本では成功したと言っていい部類かもしれませんけれど、それもね、自分でそのどんどんこぼしていっていて、もう今は成功してる会社とは言えないっすよ。昔は成功した会社だよねって感じ。やっぱ会社としてもゲーム企業としても、まあ、運用の面ですごいネットイースは何があるなっていうふうに思います。今回のその電動ガチャに関してもそうですよね。はい。伸びしろっていうのを基本的にネットイースで作れないんですよ。未来のための。はい、未来でも成長できるための伸びしろっていうのも、ある程度その計画して作れてないんですよね。ただその、今ある伸びしろを食いつぶして、ダメになるまで食いつぶして使っていくっていうのがネットイースの方法。だって電動なんか安売りしたらダメでしょ。ね、ブランド力があったんだから、ね、結構その高価に扱って、いつまでもそのブランドを保っていきながら、安定してその、売っていけるような存在にした方が、絶対その中長期的に儲かると思うんですけど、もうそれ食いつぶして、自分がその開発したガチャが売れればそれでいいやみたいな、使い方ばっかりをした結果、もう電動なんか、今回ね、そのゴミじゃんみたいな風に思われてるだけじゃんね。まあ、公認実況者の運用もそうですよね。はい。結局その、全員さ、ね、契約でガチガチに縛って、文句言えないようにして、イエスマンばっかりにして、で、そのやっぱり契約がある以上はさ、言えないこともいっぱいあって、表現できることも減ってくるっていう。そうなってくると、まあ、インフルエンサーとしての表現力はなくなっていって、まあ、公約行動の中では数字持ってるインフルエンサーとしてもてはやされるけど、外に対してのインフルエンス能力は皆無みたいな、虚勢された犬みたいな状態になってしまってるじゃん。どうせなんか使うんだったらさ、外でも売れるような人にしないといけないのに、逆してどうすんのって思っちゃう。長期的なね、そういう展望を見据えた運用じゃなくて、自分が悪いことを言われるのが嫌っていう、そっちの方が先に来ちゃってるっていうね。